2021年新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年はちょっと待って、今年は牛年ということで、待って何も喋れんくなるわ。まあ、新年のご挨拶ということで、今回はですね、イエローデビルを撃退しながら挨拶をしようじゃないかっていう、なんかトリッキーな意味不明な動画になってます。いや、去年はでも確か、あまあ死んだけど去年は確かシスプリのカレンちゃんとね、ポーカーだっけ、違う、なんだっけ、あれカルタ、あー、神経衰弱かをしながら新年の挨拶っていうのがあったんですけど、今年はそんなね、生優しいもんじゃないですよ。イエローデビルと戦いながら、イエローデビル年なんで。いや、今年はほら、ステイホームで神社とかにもね、行けないじゃないですか。で、厄払いとかできないから、今年は家で、イエローデビルを倒して厄払いをしようということで。ねえ。待って。あー、だいぶ忘れてんな、感覚。中小中トントン中小なんですよ、パターンが。確かやっぱね、3クリアした後だとスライディング使えないのが、あと E 感がないのがすごい嫌っすね。トントン中小でエレキで、このパターンなんだよね。いやー、ロックマンシリーズ屈指の最強ボスと言われているこのイエローデビル。いや、言うても俺はまだ3までしかやったことないけど、それでも今んとこやっぱイエローデビルと、ヘルハウス。セブンリメイクの。は、去年やった中ではすっごいもう印象的な嫌なボスだったんだよね。いや、だからちょっとね、お正月、あ、全然お正月感ないな。これまた曲が焦るんですよ。チロ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 っていうこの曲が、ボス戦 BGM が。今年はどんな一年にしたいかっていうところでね、まあ本当に大変なご時世ですから、ね、家でゲームやってるのが一番でしょう。なるべく、家でね、お家でできる楽しいことをね、たくさん見つけてね。なあ、できる限り、ちょっと本当ね、ま、真面目なこと言おうとすると食らうわ。ピアノと同じで右手と左手両方別々のを使うみたいな、そんな技術を要請されますね。新年の挨拶しながらイエローデビルを倒すっていうのは。いや、でもこれ倒し方、攻略法は合ってると思うんですよ。これトントン、チュー、ショーだよね。で、エレキをぶっ放す。チュー、あ、ここでなんか当たったりしてんな。今の良かったっすね。中小中トントン中だ。もうこれは俺自身も思ってるし、多分見てる人も思ってると思うんだけど、こんなんやってる暇あるなら甘噛みやれや。早く甘噛み始めろやっていうね。いや、でもその前にまず越えなきゃいけん壁がある、いけない壁があるんじゃい。このイエローデビルを倒して俺は2021年を迎える。あ、でもだいぶ、あ、いや、このね、相手の一撃も相当でかいんだよね、一撃。だから的確に避けるっていうのが、本当に大事っすよね、イエローデビルはね。中、小、中、トン、あー、あー、あと、食らった時に、意気消沈しない。あ、もう無理だってならない。諦めない心ですよね。
あ、それを俺これ今年の目標にしようかな。諦めない心っていう。あ、外した。諦めようかな。もうくじけそうだ。ちょ。食らっちゃったら素直にもう画面走った方がいいな、これが。中小中。これまた嫌なのが動画的にはあんまり難しそうに見えないんだよね、イエローデビルって。パターン覚えちゃえば簡単じゃないっていう風に見えがちなんだけど、ところがどっこい。こんなんもう、あチャレンジ失敗。あ、そうか、5分30秒。これね、ちょっと画面をお見せした方がいいかな。ロックマンクラシックスコレクションの中に入っている、このね、チャレンジっていうモードの、イエローデビルタイムアタックっていうのをやってるんですけど、そっか、制限時間が5分30秒なのね。ただ、その代わり5分30秒、30秒の間の中では何回死んでも大丈夫。いや、でも5分30秒意外と短いな。トン、トン、新年の挨拶ね。新年の挨拶なんて今年もよろしくぐらいしか言うことないぜ。本当に。トゥン、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 よー、おー、今全余計行きましたよ。トゥン、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 トゥン。新年早々、トゥントゥン言ってる動画を誰が見るのかな。トゥン、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 ここ大事、トゥン、トゥン、うわぁ。あー、くそ当たんなかった。トゥン、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 トゥン。あ、今だってもう食らってない。あ、いや、いけそう。トゥン、あー、たった、トゥン、トゥン、あっちゃっ、くそ惜しいな、半分、あと3発ですよね、今の。あと3発エレキ当ててたら、勝ってたんですよ。まあ、トゥントゥン作戦がいいですね。トゥントゥン言いながらやるとリズムが取りやすい。トゥン、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 あー。トゥン、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 あー。今年もよろしく。トゥン、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 ああ、今年もよろしく。トゥン、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 ああ、今年もよろしく。2021新年明けまして。もう何の動画で、わっけわかんねえんだけど、なんだよこれ。いや、やばいな、これちょっとね、ロックマン本編でも言ってましたけど、一番うまくできる方法っていうのが、結局、黙ってやるっていう、黙って集中してやるっていうのが、一番できるんですよね。だから、ひぎ黙る使っちゃおうかな。ただ、動画実況的には、ありえないことだから、黙るっていうのは。トゥン、トゥントゥン。あ、でも、トゥン、トゥン、あー、黙ろう。ちょっとね、もうこれ勝てる気がしなくなってきたんで、ちょっとね、動画的には早送りするとは思うんですけども、黙って、集中。よしよし、いけそう、いけそう、いけるんじゃないか、いけるんじゃないのか。トゥン、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 これでよっしゃ、やった、倒した、チャレンジクリア、今年もよろしく。やってやったぜ、イエローデビルとコロナに負けるな。2021年、今年もよろしくお願いします。あー、疲れた。